皆さんこんにちは、トロピカチャンネルへようこそ。今回は淡水より簡単、低コストに海水水槽を立ち上げる方法とおすすめアイテムというテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは毎週月水金土の4回動画を更新しています。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。さて、今日はとても久しぶりに海水水槽の話です。海水の動画ってあんまり見てもらえないんですよね。日本でアクアリウムを楽しんでいる方のうち 90% 以上が淡水水槽で、残りの数パーセントが海水水槽というデータを昔見たことがあります。だから閲覧数少ないのかな。日本のアクアリストは淡水水槽の方が好きなんでしょうか。しかしそれは違うと思います。なぜなら水族館の水槽ってほとんどが海水水槽ですよね。どの水族館も半分以上は海水水槽です。つまりみんな実は海水水槽好きなんです、きっと。でも海水水槽は難しいとかお金がかかるとか、そういった理由から敬遠されがちです。しかし実は意外にもリーズナブルに、しかも手間なく海水水槽を始めることができるのです。前置きが長くなってしまいましたが、今日はそんなお話をしていこうと思います。ポイントはこの3つです。1、外部式フィルターで立ち上げる。2、機器類は中古がおすすめ。3、シンプルな設備で運用しこまめなメンテナンスを行う。場合によっては今すでにお手持ちのアイテムだけで海水水槽を作ることができるかもしれません。そして動画の後半では、なぜ海水水槽は難しいと言われているか解説していきます。解説というか、難しいと言われている理由を全部バッサバサとぶった切っていきます。私たちは普段プロとして淡水水槽も海水水槽もどちらも管理していますが、スタッフのほとんどが口を揃えて海水水槽の方が簡単と言います。まさにコペルニクス的展開。この動画を最後までご視聴くださった方はきっと明日にでも海水水槽を立ち上げていると思います。それでは一つずつ解説していきましょう。ポイント1、外部式フィルターで立ち上げる。海水水槽は高価なオーバーフローシステムじゃないといけないと思っている方も多いようですが、決してそんなことはありません。確かにオーバーフローシステムはとても強力なろ過システムで、海水水槽にぴったりと言えるでしょう。しかし外部フィルターでも十分海水水槽を運用することができます。実際私たちもこれまでいくつも海水水槽を外部フィルターで運用してきた経験があります。外部フィルターだと次のメリットがあります。露材がたくさん入る、水槽用クーラーや殺菌灯が接続できる、水が蒸発しにくい、などなど。水槽用クーラーは海水魚飼育に必須です。外部フィルターなら簡単にクーラーを接続できますので、問題なく海水魚を飼育できます。また海水水槽で使う外部フィルターは規定サイズよりもワンランク大型のものを使うと良いでしょう。ポイント2、機器類は中古がおすすめ。淡水魚飼育にしても海水魚飼育にしても、新品の機材で飼育を開始したいと思うのは誰でも思うことですが、もちろん予算の都合があると思います。そこでおすすめしたいのが中古の水槽機材です。メルカリやヤフオクなんかでたくさんの中古水槽機材が売られています。一部アクアリウムショップでもそういうアイテムを扱っているお店もあるようです。ちなみに私たち東京アクアガーデンでも一部取り扱いがあります。先ほど外部フィルターで運用することをお勧めしましたが、オーバーフロー水槽で進めたい場合は中古のオーバーフロー水槽セットを探してみてもいいと思います。特にポンプなど目に見えないところにある機器類についてはガンガン中古品を使っていったらいいと個人的には思います。もちろんメーカーの製品保証を受けられないことは留意しておきましょう。ポイント3、シンプルな設備で運用しこまめなメンテナンスを行う。海水水槽はオーバーフローのような複雑な設備がなくても、外部フィルター、水槽用クーラーとヒーターだけでも運用可能です。最低限のシンプルな設備で水槽を運用すると、逆に水槽掃除も行いやすくなり、手軽に管理できるようになります。海水魚水槽を長期間運用したいのであれば、淡水魚水槽同様に水槽メンテナンスはとても重要なポイントです。設備がシンプルな分、こまめに状態を確認すると良いでしょう。こまめに水質をチェックし、適切な水替えのタイミングを見つけてください。ただし海水水槽用の水質チェックの試験紙は淡水用とは種類が違いますので、間違えないようにしてください。また淡水と違い比重という新たなパロメータも出てきます。これも比重計を使ってズレがないか水替えの都度チェックするようにしてください。以上が海水水槽を安く簡単に始めたい時の3つのポイントです。要は高いシステムを揃えなくても外部フィルターで OK、 中古機材で OK、 その分ちょこちょこメンテナンスしましょうというようなお話でした。これだけで海水水槽はできます。にもとか変えちゃいます。
しかしそれでも海水水素は難しい、お金がかかるというイメージがあると思います。その理由を考えて一つずつ論破していきます。海水水素が難しいと言われる理由はこのあたりではないかなと思います。1. 海水魚はデリケート。 2. 人工海水を作るのがめんどくさい。 3. 機器類が高い。 4. 海水魚が高い。 5. 設備が難しい。 6. サンゴが高くて難しい。このあたりが海水水槽のハードルを上げていると思います。一つずつぶった切っていきましょう。 1. 海水魚はデリケート。これは正解であり不正解です。実際水質の悪化に敏感な生態もいます。例えばご存知南洋ハギなんかは水質の悪化に敏感で、すぐに肌荒れを起こしてしまったり衰弱してしまうこともあります。しかし一方で隠れクマノミやデバスズメダイなど、ちょっとや外の水質悪化では根を上げないような丈夫な魚もいます。要は種類を選びましょうということです。今日紹介しているようなシンプルな水槽設備で飼育をしたければ丈夫な魚を選ぶ、デリケートな魚を飼育したければさらにコストをかけて設備を用意してください。これだけです。決して難しくはありません。難しいポイントに、人工海水を作るのがめんどくさい。これは正解です。淡水水槽に慣れてしまった人はこの一手間が大変に感じるかもしれません。毎回比重計で測って人工海水を入れたり水を入れたりして調整して、確かに大変です。しかしこれも簡単なソリューションがあります。それは 2,3 回水替えをしてみることです。するとバケツ1杯に対してどれぐらいの人工海水を入れたらいいかが分かるようになります。こうなればもう淡水の水替えと手間はほぼ変わりません。海水水槽の水替えも初めと比べるとスピード10倍ぐらいでできるようになると思います。お試しください。難しいポイント3、機器類が高い。これは間違いです。動画の前半でお伝えしたような方法で安く手に入れることができます。もちろんお金をかけようと思えばいくらでもかけることはできますが、リーズナブルでシンプルな機器で十分に海水魚飼育を楽しむことができます。難しいポイント4、海水魚が高い。これは正解です。理由は販売されている海水魚の 95% 以上はワイルド個体だからです。海水魚は淡水魚と違い養殖の技術がまだまだ確立されておらず、ブリードされているのは隠れクマノミくらいです。その他はほとんどすべてワイルド個体、それもハンドコートと呼ばれる手作業で捕まえられた魚たちです。しかし淡水魚の多くが 3,4 年で死んでしまうのに対し、海水魚はうまく飼育すれば5年とか10年とか平気で生きる種類もいます。そう考えたらそれほど高い買い物であるとも思わないのではないでしょうか。難しいポイント5、設備が難しい。これは間違いです。先ほどお伝えしたように難しくしようと思えばいくらでも難しくできます。プロテイン隙間、カルシウムリアクター、殺菌灯、水流ポンプなどなど複雑に水槽を組み立てることもありますが、それは全て目的があってです。飼育の難しいサンゴや飼育の難しい生態を飼育するときは必要に応じて機器類が増えることもありますが、隠れクマノミやスズメダイなど基本的な生態を飼育するだけであれば、先ほどからお伝えしているシンプルな構造で OK です。難しいポイント6、サンゴが高くて難しい。これは正解です。サンゴの中でも難しい、簡単、いろいろありますが、やはりサンゴは舐めてかかれない相手です。水質の悪化にとても敏感、特殊な波長の照明が必要、適度な水流が必要、専用の高栄養価の人工海水が必要などなど。そしてサンゴ1個あたりやっぱり高いです。種類や大きさにもよりますが、数千円から数万円します。ワシントン条約の関係で最近ではどの国もサンゴの輸出規制が厳しく手に入りづらくなってきていること、そしてコロナウイルスの影響で航空便が減っていることなど、さまざまな影響を受けてサンゴだんだん高くなってきています。そのため今日紹介した設備ではサンゴ飼育は難しいとお考えください。ということでいかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。海水水槽をリーズナブルにシンプルに設置する方法はこちら。 1. 外部式フィルターで立ち上げる。 2. 機器類は中古がおすすめ。 3. シンプルな設備で運用しこまめなメンテナンスを行う。そして動画の後半では海水水槽が難しいとされる理由をそれぞれぶった切っていきました。それがこちらです。 1. 海水魚はデリケート。 2. 人工海水を作るのが難しい。 3. 機器類が高い。 4. 海水魚が高い。 5. 設備が難しい。 6. サンゴが高くて難しい。全部ぶった切ってやりました。いや、一部はちょっとぶった切れなかったですね。はい、こんな感じでした。淡水水槽でも海水水槽でもお好きな方を楽しんでいただければなんですけれども、この動画が海水水槽やってみたいけど難しそうだな
ともじもじしている方の背中を少しでも押してあげることができたら嬉しく思います。海水水槽の魅力は何といってもスター選手の多さです。淡水水槽は小型魚が群れてキラキラ泳いだり水草の迫力を楽しんだりしますが、海水水槽は生態の一匹一匹が淡水魚と比べるとでかく、ペットを飼っている感覚で楽しむことができると思います。チャンスがありましたらこの年末は海水水槽立ち上げちゃいましょう。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報やテクニックを毎週月水金土の4回発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。